軽にメッセージもらえたりするので、ちょっと現地でトライしてみればいいかなと。おすすめのアプリも聞いてください。で、SNS で稼ぐ手段、キャッシュポイントの作り方ですね。ブログに誘導する場合、サイトに誘導する場合ということですね。ブログサイトへの誘導っていうのもが僕は実際やっていたことです。で、 SNS だけで稼ぐっていうのは正直ハードルは高いと思います。できなくは全然ないんですけども、ただ時間かかるっていうところですよね。 SNS でにいる人間のことを考えてもらうと、あなた自身もそうかもしれないんですけども、考えてもらうと分かるように、何かを買いに来てるわけじゃないですよね。で、好きな有名なインフルエンサーをフォローしてるとか、ちょっとしたその情報収集とかですね、あと暇つぶし、一番いいのは暇つぶし通りすがりっていうのがあるので、なかなかですね、効率は良くないのかなと思います。クラブハウスみたいにですね、双方向のコミュニケーションとか、そういうふうなことをメインにしている、交流がメインのアプリの場合はいいんですけども、